皆さんこんにちは、今日は小室圭氏の絶望的な日本語力、小室圭氏の A4 28枚の渾身の説明文のカオスということでお話ししようと思います。昨日ですよね、4月8日に小室圭氏の説明文が公開されたんですよね。で、 A4 で28枚というね、まあ、大量の文章になります。で、その、まあ、最初の4枚が文章の概要として、まあね、1ページから4ページまで、ページ数が印字されております。で、まあ、その次から、つまり5枚目から、まあ、本来の説明文になるんですよね。で、まあ、これには注釈がついている。で、その注釈を含めて、まあね、24枚ですよね。で、これにもその本文と注釈部分を通じて1ページから24ページまでのページ数が印字されております。で、以下はまあページ数を言うときは本文と注釈の部分のページ数を言います。まあ今日はこの文書の概要の部分には一切触れません。ということで、今日取り上げるのは中8の部分なんですよね。で、ページ数で言うと、13ページの下から4行目から14ページの上から12行目までになります。で、今日はですね、動画の概要欄に私いつも下書きを書いてそれを見ながら話しております。その下書きをコピペしようと思っておりますので、そちらをまあご覧になりながらお聞きいただけると分かりやすいと思います。で、まあ今言った中8の部分はまあだから概要欄に載ってるんですけど、まあちょっと長いですけど、まあ読み上げます。平成31年(2019年)の文書で、鍵括弧、このような経緯ですから母も私も元婚約者の方からの支援については解決済みの事柄であると理解してまいりました。そのため平成29年(2017年)12月から元婚約者の方のコメントだとされるものが連日報道される事態となり、私も母も大変困惑いたしました。元婚約者の方のご意向を図りかねたからです。鍵括弧閉じると書いたことから、私と母が鍵括弧解決済みの事柄である鍵括弧閉じると主張しているかのように誤解されてしまったのだと思います。しかし、私と母が鍵括弧解決済みの事柄である鍵括弧閉じると理解してきたのは平成29年(2017年)12月以降に金銭トラブルと言われている事柄が週刊誌で数多く取り上げられたことで、元婚約者の方との間に認識の食い違いがありそうだと考えるようになった時点までのことです。鍵括弧解決済みの事柄であると理解してまいりました、鍵括弧閉じるという表現は現在完了形ではなく過去完了形としての表現として書いたものです。さらにその後の段落を読んでいただければわかるように、平成31年(2019年)閉じるの文書では、鍵括弧、私も母も元婚約者の方からご支援を受けたことには今も感謝しておりますので、今後は元婚約者の方からご理解を得ることができるように努めたいと考えております、鍵括弧閉じると書いているように、その後は元婚約者の方とお互いの認識についてきちんと話し合い、ご理解を得た上で解決することを目指してきました。鍵括弧解決済みの事柄である鍵括弧閉じると主張するのであれば、話し合いは必要ありません。口述の鍵括弧7鍵括弧閉じるでも触れますが、週刊現代の記事にも私と母が解決済みと主張していると誤解した記事が掲載されていますと、まあ読み上げました。かなり長かったですよね。で、そのまあ今日一番注目したいのはこの部分なんですよね。鍵括弧解決済みの事柄であると理解してまいりました、鍵括弧閉じる
という表現は現在完了形ではなく過去完了形としての表現として書いたものですという部分ですよね。ここがおかしいんですよね。でそのまあその、何度も言ってますけど、鍵括弧解決済みの事柄であると、理解してまいりました。鍵括弧閉じるの理解という言葉の後の部分の次からの部分、つまりしてしまいましたの部分について考察したいと思います。で、まあ、この部分ですね、まあ、してしまいましたっていうね、まあその通りなんですけど、この部分は5つの言葉がくっついてるんですよね。でまずはし、これはするっていうね、まあ、動詞から来ております。で手はこのしと参りをつなぐ役割ですよね。でこれ2つ目で、3つ目がこの参りっていう言葉ですよね。まあこれは参るっていうね言葉で、来るっていう、のの、まあ謙譲語ですよね。でそのまあその参りはその謙譲語を普通に喋る場合は来してきましたに、まあ、来に置き換えることができるんですよね。でましはますですよね。丁寧語のですます調って言いますよね。で最後のこの問題がたなんですね。一言ひらがなでた、これは助詞なんですよね。あの助ける言葉って書いてね、助詞なんですよね。ではこのたを広辞苑で引くと、だからひらがなのたをね広辞苑の第6版で引くと次のように書いてあるんですよね。でまあ丸一と丸二に分かれてるんですけど、まあ、まずは丸一です。文末に使うと基準となる時点が今となって、それがすでに起こったことを示すっていうね、まあ大きな意味があって、それに続いてまあ、あのちょっと細かい意味を丸は丸い丸うと書いてあるんですけど、今日は丸いだけを取り上げます。でその丸いは、動作の完了を示す。で、用例として鍵括弧今ついた鍵括弧閉じるっていうね、まあそういうふうな意味が載ってあります。で次は丸2になります。今度は文中に使い、そこで基準とした時点までに起こることを示す。未来の事態にも使われるっていうふうに書いてあります。でこっちにも丸は丸い丸うと、まあね、細かい意味が書いてあるんですけど、まあ、こっちもね丸いだけを取り上げます。動作の完了を表す。で用例として2つ載ってますよね。鍵括弧前か悪か、夜が明けたら知れましょう、鍵括弧閉じる。でもう一つの用例が、鍵括弧仕事が済んだら、出かけよう、鍵括弧閉じる。この済んだのだが、まあだに化けてますけど、たの子になんですよね、という、まあ、用例が載っております。で、戻って、解決済みの事柄であると理解してまいりましたっていう文章のたの後に丸がついてますよね。でということは丸だからたが文末に使われてるんですよね。だから丸一か丸二は、文末か文中というの で区別してたので丸一の意味になるんですよね。でもう一度丸一を読むと、文末に使うと基準となる時点が今となって、それがすでに起こったことを示すんですよね。だから、その意味で使われたんですよね、この文章はのたは。でその平成31年の文書でその基準となる時点が今となるというのの今っていつなんだって思われると思います。でこの文書は平成31年の1月21日付なんですよね。だからその日にその文書を小室圭氏が書いている時点、それが今なんですよね。でその今のその今までその小室佳代と圭氏が解決済みであるとずっと理解してきましたっていう意味になるんですね。それは当然その時点でも解決済みであると理解していますっていう意味になるんですよね。つまりその解決済みであるとそのみんなに主張したっていうことになるんですよね。だから、まあまあ英語学習の用語を、まあ、使われているので、その用語を使うと現在完了形で使われたことになるんですよね。だから、小室圭氏が、過去完了形としての表現として書いたものですと書いている部分は誤りだと考えます。だから小室圭氏は誤解と、まあ、書いているんですけど、表現が誤ってるんですよね。だから誤ったのは
小室圭氏なんですよね。だから誤解ではなく誤表現、まあね、誤表現ってあんまり、まあ、言わない言葉ですけど、誤って表現ということで誤表現なんですよね。でみんなはその表現されたものを正確に理解しているんですよね。だから誤解、誤った理解ではないんですよね。で、だからその、私と母が鍵括弧解決済みの事柄である鍵括弧閉じると主張しているかのように誤解されてしまったのだと思いますという部分もその誤りなんですよね。みんな正確に理解しているんですよね。でそのように主張しているっていうのがまあね正しい理解なんですよね。でまあその別の部分では週刊現代の記事にも、私と母が解決済みと主張していると誤解した記事が掲載されていますとあるのも誤りなんですよね。週刊現代は何も誤解しておりません。で、ただで小室圭氏はそのさらにその後の段落を続けて読んでいただければ分かるようにと書いているんですけど、その後の段落の内容によって時勢が動くわけではないんですよね。時勢っていうのは時間の時に制度のせいですね。いつの時点のことを表現しているかはその後の段落を読んだら変わるっていうわけでもないんですよね。以上の、まあ、考察から私は小室圭氏の日本語力は低いと考えます。でその低い日本語力で誤った内容をご自身が書いているのにそのことに気づかずに他人が誤解していると書かれているんですよね。で誤っているのは自分であり、その他人は自分が表現した文章を正しく理解しているのにそのことに気づかないっていうね。だから自分の間違いを他人のせいにして平然としているんですよね。だから小室圭氏の、まあ、身勝手な感覚が如実に現れている部分だと思います。でまあこの日本語力、まあ、国語力の低さと、まあ、身勝手さですよね。だから小室圭氏が疲れた銀行の仕事や、パラリーガルの仕事ですよね、まあ、上司や周囲は、まあ、困ったのではないかと推察します、まあ、使いづらかったのではないかなと思うんですよね。で、小室圭氏がまあ、ね今後弁護士になられるっていう話なんですよね。でまあ、ニューヨーク州弁護士ですかね。で、まあ、弁護士になられた後その依頼を検討する団体または個人は今日取り上げた部分をよく検討してからその依頼するか否かを決定した方がいいと思います。では、ご視聴ありがとうございました。